トマーシュ・ヒューブ・シュマンは、チェコプラハ出身で、同国代表のサッカー選手。ヘッド、リガ FK バウミとヤブロネツ所属。ポジションは DF。1999年に、チェコの FC テスコマ ZLN1999 で、プロデビューし、1999年に AC スパルタプラハに移籍した。2004年の夏、ウクライナの FC シャフタールドネツクに移籍した。 2014年7月、FK バウミとヤブロネツに移籍し10年ぶりに母国に復帰した。U-20 チェコ代表に 2001FIFA フフワールドユース選手権に首相として出場した。A 代表として UEFA ユーロ2004に出場した。2006FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選メンバーにも選ばれたが、本戦メンバーから外れた。 UEFA ユーロ2012では、背番号17番を携え4試合に出場。グループリーグ2戦目のギリシャ戦で、先発出場し、ペトルイラーチェクの飛び出しにスルーパスで、先制点をアシストした。グループリーグ突破を決める、第3戦目のポーランド戦では、パスカットからのインターセプトで決勝点を演出した。2013年10月11日のワールドカップ予選。 マルタ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。